喉か大丈夫か。お姉ちゃんどうしたの。母さんから喉かの目がパンパンに腫れてるって連絡来て、バイト早上がりして帰ってきた。お母さん大げさ。違うよ、これは物もらいだよ。ちょっと目薬でさせばすぐ治るよ。物もらい、救急車呼ぶか。お兄ちゃん話聞いてた。お前は昔から体が弱いから心配でさ。お兄ちゃんはちょっと心配しすぎだよ。こんなのちょっと休んだら治るよ。本当か。うん。喉か。大学は大丈夫か。え？大学？嫌な奴にいろいろ押し付けられたりしてないか。嫌なこともされてないし、押し付けられてもないよ。でも人のことをお手伝いするのは相変わらず好きかな。そっか。のどか、小学校の時は学芸会で床屋のくるくるの役を押し付けられたり、中学校の時は副担任より学校の仕事をやらされたりしてただろう。だから兄ちゃん心配なんだよ。うん、私も最初くるくるの役をやってって言われた時はびっくりしたけど、お母さんが作ってくれた床屋のくるくるの衣装すごく好きだったし、それに学校のお手伝いができてとっても楽しかったんだよ。お前はちょっと優しすぎるんだよ。お兄ちゃんも優しいよ。のどか、もし嫌なことされたらすぐ兄ちゃんに言えよ。俺が社会的に抹消してやるから。お兄ちゃん目が怖いよ。ダメだってば、そんな悪いことしたら。あ、大丈夫だよ。私大学でお兄ちゃんみたいな人に出会ったし。お前を守ってくれる女の子がいるのか。あ、女の子じゃないよ、男の子。高田くんっていうんだ。ちょっと怖い見た目で毎日黒い服着ててね、近寄りがたいんだけど、お話しするととっても優しい男の子なの。その高田くんがね、私が困ってるといっつもどっかから駆けつけてくれて守ってくれるんだ。お兄ちゃん、高田、社会的に粉砕してやろうか。お兄ちゃん、高田くんはいい人だよ。高田ってどんなやつだ。だからいつも黒い服を着ててちょっと怖い感じだけど優しい人。そいつ詐欺師じゃねえか。え、違うよ、同じ大学の学生さんだよ。全身黒い服着てるやつっていうのはな、スパイか薬で大人を子供にするようなやつしかいねえんだよ。違うよ、高田くんはそんな秘密組織みたいな人じゃないし、黒い服だって黒い色が好きだから着てるだけだよ。お前な、高田に騙されてんじゃねえのか。なんで高田くんのことそんなに疑うの。高田くんはすごく優しい人なんだよ。お兄ちゃん、会ってもない人のことそんな悪く言わないで。終わり。俺はのどかのことが心配でさ。高田くんはいい人だもん。のどかがこんな風に自分の意見を言ったの初めてだな。のどかも大人になったんだな。お兄ちゃん、なんでもない。そういえばお兄ちゃんに相談したいなってことがあったのを思い出しちゃった。何でも言え。あのね、これお友達のお話なんだけど、あのね、そのお友達がある男の子から好きって言われたんだって。で、そのことがよく分かんなかったけど、周りに相談したらそれは告白だよって言われてびっくりしたんだって。でもね、そうこうしてたらその告白してきた男の子がデートしているところに遭遇しちゃったんだって。だからその男の子からからかわれてたのかなって悩んでるって友達が言ってて、どういうことなのかお兄ちゃんの意見聞きたいなって思ったんだよ。なるほど、つまり高田っつのはやっぱりろくでもねえってことだな。なんでそれが高田くんってお話になるの。友達の話だって。お前は嘘をつくときほっぺを3回かく。これはつまりのどかの話ってことだな。違うよ、物もらいが影響してほっぺにまでこう進行して痒くなって粉々決定。粉々判
兄ちゃんがな、高田のことハンバーグにしてやるよ。お兄ちゃん、だから高田くんは多分そういうんじゃなくてからかったわけでもきっとないと思うんだけど、やっぱり私のことからかってたのかな。ちょっと悲しいかもしれないな。のどか、俺は高田の味方したくねえけどよ。多分高田はお前のこと大事に思ってると思うぞ。そうかな。お前のこと大事に思う気持ちっていうのは俺が一番よくわかるから。兄ちゃん、お前も自分の気持ちに正直になっていいんじゃねえのか。うん、まだ私が高田くんに対してどう思ってるかわからないんだけどね。でも必ず兄ちゃんに高田会わせろよ。うん、そうだね。みんなでご飯食べたらきっと楽しいもんね。お母さんもお父さんもきっと喜ぶもんね。お兄ちゃん、相談乗ってくれてありがとう。お兄ちゃん大好き。お兄ちゃん、やっぱり高田は許さねえ。どうしたのお兄ちゃん。鼻血、お兄ちゃん鼻血出てるよ。照り焼きハンバーグにしてやる。